ジョン・ガブリエル・ステッドマン・ジョアンナ処刑された奴隷、ジョン・ガブリエル・ステッドマンは、スコットランド系のオランダ人で、オランダのスコットランド旅団で働き、南米のスリナムのマルーン人奴隷の反乱の鎮圧に加わった。その地で奴隷の女と恋愛を含む物語は、出版業者によって変更を加えられて、ナラティブ・オブ・ A5 イヤーズ・エクスペディション・アゲンスト・ザ・リボルテッド・ニーグロス・オブ・スリナム。 として出版され、ヨーロッパの各国で翻訳出版された。スコットランド旅団の将校とオランダ人の母親の息子として現在のベルギーのデンデルモンデに生まれた。11歳の時、教育のためにイギリスのおじの元に送られるが、ルソーの信奉者のおじの厳しい教育に耐えられず、12歳の時にはオランダに戻った。16歳で陸軍に入隊し、 1760年にスコットランド旅団に加わった。飲酒癖と借金から逃れるためにスリナムに兵士として渡り、この頃から日記をつけ始めた。スリナムではマルーン人奴隷の反乱が起こり、スイス人の大佐の率いる800人の傭兵が送られた。ステッドマンは志願兵として1772年10月29日にこの部隊に加わり、 1773年から1777年の間、様々な作戦に参加した。パラマリーボで、プランテーションで働く奴隷の15歳のジョアンナと知り合い、恋愛関係となった。ジョアンナとの間に息子を設けるが、ステッドマンの記述では、彼女を買い取って自由の身にしたが、一緒にオランダに戻ることを拒否したと書かれているが、彼女と息子を買い取る資金を、ステッドマンは、 持っていなかったという説もある。ジョアンナはスリナムで1782年、または1783年に死んだ。1777年にステッドマンはオランダに戻り、再びスコットランド旅団で働き、引退するまでに中佐に昇進した。オランダ人と結婚し、5人の子供を設けた。スリナムにいた時代につけていた日記と、自ら描いた絵をもとに、 カイコロ録の出版のために1791年にロンドンの出版業者ジョーゼフ・ジョンソンに原稿は渡された。ジョンソンはゴーストライターとしてウィリアム・トムソンを雇い、読者の興味を引くようにほとんどすべてを書き直させた。トムソンは奴隷制度支持グループに関係していたこともあった。1796年に書き直された原稿がステッドマンに示され、ステッドマンは 出版を拒否し、1796年まで変更を戻す作業をし、1796年に総画をウィリアム・ブレイクが描いて、ナラティブ・オブ・ A ・イ・ファイブ・イヤーズ・エクスペディション・アゲンスト・ザ・リボルテッド・ニーグロス・オブ・スリナムは出版された。まだ最初の原稿に多くの変更は加えられたままであったが、この著作は奴隷制度の非人間性に注目させるという観点で、 重要な役割を果たした。1818 18年まで多くの国で出版された。1790年から1978年に実質の文書がミネソタ大学で発見され、1988年にオリジナルの原稿が出版された。ステッドマンは植物の学名で命名者を示す場合に、ジョン・ガブリエル・ステッドマンを示すのに使われる。 オックスフォードディクショナリーオブナショナルバイオグラフィー、アブジェローファン AM18、ノーベンバー2014。ありがとうございます。